い、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月、11月、12月と3ヶ月をまとめて星の解説させていただきます。もう残り3ヶ月しかないということで、有意義に過ごせるように星を解説するんですが、タロットと違って星の動きっていうのは私たちの意識で変えられない部分なので、運勢天気予報として活かしていただければ嬉しいです。そして最後にはタロットでも3ヶ月分まとめて気をつけることを見てみますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。ではここから獅子座さんの10月をお伝えします。まず10月は移動が多くなったり、アイデアが湧いてくる1ヶ月になりそうです。特に10月5日から非常に頭が聡明に働き出すというか、行動力もねすごく上がっている時なんですけども、好奇心も上がって行動力も上がると、つい思った通りやりたくなるとか、あっちに行ってみたくなるとか、誰かに会いたくなるとか、調べたくなる、勉強したくなるということで、非常にこう動きが活性する1ヶ月なんですね。でこれは事実として物理的に行動していくっていうこともあれば、自分の頭の中ですごくいろいろこうぐるぐる回って、いろんなことを調べたり、分かったみたいなこうひらめきとして使えたりっていうのがあるので、楽しいと思います、とても。そして10月9日以降は金運も少し上がってくるんですね。少しっていうのは、喜びとか愛情とか社交性っていうものが自分の価値っていうところに光を当ててくれるので、その結果こう趣味を楽しめるとか、こう何かちょっと金運が上がるっていう形で、こうすごい莫大なお金が降ってくるっていうわけではないんですけれども、こう自分が心地よく過ごしていけるっていうことなんですね。今の自分の考えはこれで合ってるとか、あ絶対これがうまくいくんだとかっていう、そのこう安心した感覚の中で生み出されるお金があるっていう感じです。またはシンプルにね、収入は変わりませんという方も、シンプルにこれは使えるお金で使えないお金みたいにこう節約したりとか、うまいお買い物をしたりとかして、うまくお金をコントロールできるというのもあると思います。でもね、感覚が結構鋭くなるというか、心地いい、自分にとって心地いい感覚になるので、その感覚を体感を覚えておいて、いい形でアイデアとかビジネスにもつなげていただけたらなと思います。そして10月12日から何かねちょっと燃えてくるというか、こう内側で情熱がだんだんこう火がついてきたぞっていう形があり、もしかしたらこう誰かに対して思っていたことを言う、ちゃんと伝えてみるっていうのもいいかもしれないですし、家の中のことをちょっとこう頑張って整理しようって言って、いつも以上に気合を入れて掃除をするとか、片付けするとか、何かを直すっていうのもあるかもしれません。これは怒りが自分の中にあるとも言えるんですが、プラスに生かそうと思えば、それだけ自分の精神に強さが来るみたいな形なので、やっぱりこれでいいんだとか、これがそうだっていうような、こう自分を認める力として使えるんじゃないかなと思います。でもう一つ、10月とっても大きなエネルギーでは、10月15日が金環日食なんですけども、日食ってすごくエネルギーが強くて、中には少しそのエネルギーが強いがゆえに、強いっていうのはなんかこうボルテックスみたいな感じで、こうちょっと体調が悪くなる方もいらっしゃるんですね。ただ獅子座の皆さんにとってはすごく今こう軽快に動いていくとか、アイデアが湧くとかっていう、そういった時なので、この日食っていうのはさらに深い意識に、もう一歩奥の意識に到達するっていうことができるんじゃないかなと思います。頑張れば普段手の届かない意識、無意識まで到達できるっていうのかな。すごい高度な技ですけどね、これって。ちょっと変な話に聞こえるかもしれませんが、最近よくね、こう思考を止めるって聞いたことあると思うんですよね。そういう思考を止めるっていうことによる恩恵って、莫大な恩恵があると思うんですけど、この10月って思考がめちゃくちゃ働く時なんですよ。でもその思考に、めちゃくちゃ働く思考に何か手綱を握らせて本当にやっていくことも可能だし、あえてものすごくいい時だから、その思考を超えちゃって、思考を手放して本当の自分の内側から湧いてくる感覚でやっていくっていうのもできる時なんです。どっちもできます。左脳も右脳もどっちも使えるっていうような時になります。楽しいですよね、そういうのって。一般的な日常生活の中でこのエネルギーを活かせるとしたら、本当にこう気軽に話ができるとか、ちょっと話しかけにくかった人にも気軽に話ができるとか、自分の意見あんまり普段言わないんだっていう方も、
結構スッと言えたりとかですね、勉強してる人とかはすごく勉強がはかどる時です。まあ、そんな風にこう流動的に使ってください。で、10月24日からはまた少しね、家のことをちゃんとしようとか心を整えようっていう形になってきます。はい、そして10月29日が月食です。月食っていうのはすごく普通の満月よりもエネルギーが強くて、感情的になりやすいって言われているんですね。で、特に獅子座の皆さん、今年の後半って社会運が開けてるし、でなおかつこの10月ってとても自分の意識が流動的に動いて、いくらでもこう好奇心旺盛に働いていけるよって、動いていけるよっていう時なので、余計にじゃあ今一体自分は何をしたいのかとか、じゃあ仕事をどうするのかとか、そういったことの、まあ、緊張感とかプレッシャーみたいなものがちょっと高まるかもしれませんね、10月29日あたりは。でもこれとってもいいことで、その感情が高まることによって答えにたどり着く。で、もう10月30日とか31日とかもものすごく自分の中で答えが出るっていう時なので、答えが出てすっきりするっていうことがあるんじゃないかと思います。もし感情的になったとしても、それはもう29日だけぐらいで思っておいて、その感情を超えてから本当の答えが出てくると思ってください。そしてその時の感覚がこれからの仕事をどうするかとか、家のことをどうするかっていう、そのバランスを取っていくっていう流れになります。ですので11月はもうすでにこの10月29日から始まってるこのテーマがもうそのままっていう形なんですけど、家と仕事、社会と自分のバランスを取っていくっていうのが11月のテーマです。例えば家の中で、あ、やりたいことがあるとか、こんなことしたいっていう、こう自分のこう気持ちがほかほかしてその準備をしようって思ってる時に、具体的に仕事のチャンスが来たりとかして、どうしよう、今そっちやるの、いやこっちもやりたいしっていうような、こう少し自分の理想とすることと現実っていうものをどう落とし込んでいくかっていうのも一つのテーマかもしれませんね、11月の。ですので、もしですけど10月の末ぐらいから何か葛藤を感じたりとか、これってどうすればいいのみたいなことがあったとしても、おそらく11月13日の新月、ここでその状態を踏まえて自分で決めたら、その通りに、そのように宇宙が現実を作っていくっていう感じがあるので、もしその実際自分は理想に向かえるのか、今の現実はこれだって時にどう折り合いをつけるかっていうのを、ありきたりなノウハウではなくて、自分の中から答えが出てくるっていう風に使ってください。これが11月13日ぐらいのエネルギーです。そして11月22日からクリエイティブなね、獅子座さん独自のクリエイティブなエネルギーがこう開花してきます。あ、もっとこうしていいんじゃないかなって、自分に許可を出していく、自分をもっと見せていくっていうような流れがあります。22日以降、もともと獅子座の皆さんってね、非常に表現力があったり、こうクリエイティブな力を持っている方が多いので、そこに宇宙が応援してくれるっていう形になりますね。ちょうど、ね、今年の後半ってね、社会運とか自分の環境が恵まれてますよ、恵まれやすいですよっていう、過ごしやすくなるっていう流れの中にいるので、その中でご自身が何を企画するか、何を選ぶかっていうことを試されてるかなと思いますね。これは11月22日以降です。そして27日が満月、そして12月に入っていきます。12月も引き続き前半はとてもクリエイティブなエネルギーがあるので、どのように2024年を作っていくかっていうことを企画したり、計画立てたり、自分を喜ばせるかっていうことを考えるのにふさわしい時になります。まあ、ただ12月の13日が新月なのでね、この新月でよしじゃあやるぞみたいに決めていただくのいいんですが、同時に12月13日から彗星が逆行しますので、少しその計画に無理がないかどうかとか、ちょっと強引に進めすぎていないかどうかっていうのは見ながらやってくださいね。でこの彗星逆行っていうのは1月2日までありますので、その自分が表現したいことと違うことを自分が無意識で表現してしまってるっていうこともあるかもしれないですよね。これはよく人とのコミュニケーションの中であると思うんです。自分が本当に言いたいのはこれなんだけど、ダイレクトに言っちゃうときつく感じるから、遠回しに言ってるうちに違う風に捉えられるとかってあると思うんですが、そういうことをちょっとだけ12月のですね、中旬以降は気をつけていただけたらいいかと思います。
そうですね。なのでまあこうちょっと3ヶ月まとめてちょっとお話しさせていただくと、大きなテーマでいくと今年の後半ってその社会が開けてるわけです。でも社会が開けてるっていうのは社会が自分に無理やり何かをさせるわけではないので、ご自身がどんな世界を作りたいかっていうことを自分でイメージしたり望んだりして作っていくわけですが、それができやすい叶いやすい運勢の時だよってことなんですね。でこの運勢まだ来年の前半も続きます。ですので仕事に生かしてもいいし、自分が過ごしたい環境を選んでもいいし、こう社交性というか人脈には恵まれる時なので、人間関係も比較的いい時なんですね。このいい運の中にいて、そしてこれがまた来年の1月からね、またパートナーシップとか契約とかもまた強くなりますので、その前に10月に自分の頭を非常にクリアにさせておく、好奇心をもっともっと喜ばせていく、人と関わっていく、そして整えて11月に整えて、12月は自分にそれを許可を出す、もっと喜んでいいんだよっていう、まあ一番まあ手っ取り早く簡単に言っちゃうと、10月そして12月はとにかく自分を褒めてほしいです。自分を認めてほしいです。そうできそうな時なんですね。喜ばせるっていうか自分を認めるっていうのは12月の方がエネルギーは強いんですが、でも10月に自分がどんなに、わあこんな思いついたとか、わあこれが楽しいんだっていう、その発想を止めないっていう、自分から湧いてくる発想を止めないでいることが、11月のこう何か現実と理想をねきちんと調整していくっていう流れになり、そして12月にはそれを許可していくっていう流れになるので、その流れの延長線上に2024年のじゃあそれに対して自分に最もふさわしい人は誰なんだとか、最もふさわしい契約つながるところはどこなんだっていうことを、またチャンス、そういったチャンスを得ながら2024年を作っていくっていう流れになります。もう言いたいことがたくさんありすぎてすいません、うまく伝えられなくてすいません。ちょっとこの星の流れを踏まえてタロットも見てみたいと思います。ワンドナイト逆ソード10、そしてオラクルはじゃん。